大佐、今の男は何者だ。我々の仲間ではない。違う、うちにあんな隊員はいない。このビッグシェルに新型メタルギアがあると言っていたが。初耳だ。大佐、俺に何を隠している。いや、隠し事などしていない、全て話している。なんかこのキャンベル大佐怪しいんだよな。それとも俺に話していいと許可されたことの全てか。バカなことを言うな、ライデン。メタルギアについてはこちらでも調べてみる。君はエイムズに接触してくれ。あの男の言うことを信じろと。他に大統領につながる手がかりがない以上、今は他に方法がない。メタルギアのことも含めて情報を得るんだ。それが司令か。そうだ、敵兵士に変装してシェルワン中央島に潜入しろ。了解。先生、 AK を手に入れるのと網膜認証をなんとかするということをおっしゃってましたね。なので、どっちだっけ、こっちか。まあ、セキュリティ、すごい噛んじゃった。セキュリティカードの2をね、手に入れたので、ちょっとそれを、使える場所って言ったら、やっぱあの F 客の倉庫のとこだと思うんですけど、って聞いたっけ？毎回わかんなくなっちゃうな。どこも同じような見た目してんだもんだって。で、ここは、これがあるけども、大体取ってるから大丈夫だね。あ、飛んでるのがいるか。あ、でも向こうにいる。今なら全然いけるな。OK。で、敵が、やっぱ起きてるか。くそ。なんか光ってるよ。何あれ。なんだ。動くな。上のやつらはいいか。お、入れる。あれ、特にあれか、装備しなくてもいけんのかな。あ、むしろここ行けたけど行ってなかった。あ、 AKS、 あ、 AKS 早っ。 AK を手に入れたようだな。へい。敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう。覚えておくべきなのは、 AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということだ。他の奴らはロシア陸軍の正式ライフル AN94 を装備している。つまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ。忘れるなよ。 OK。 M4、 本当に弾をいっぱい、いいですね、弾がいっぱいあるの。M4 ってなんだろう。ちょっと他の倉庫も見たいけど、もう答えちゃったな。一人寝かせたので、あと行けるのはこの上、ここ、あ、ここは同じとこか。ここ登りたいんだけど、登る方法、あ、あれか、エルードの方法か。多分上から落ちるんだ。その前にちょっと上の敵を一掃したい。全然見当たんない。お、ん？誰かいる？
くそ。ちょっとこっち多分来るから、うまく避けていこう。動くな。で眠らせて、でこの上にいるね、こっち側から狙おう。あとは時間の問題だ。よし、ゴゲイで上に2のとこなんてあったっけ。こう3とか4とか多かったイメージなんだよな。いないよね敵。あ、ここ入れる。 C4 散々凍結させた C4。 ここは3か。お、ここ2だ。おーっと。あー、完全に油断してたな。はい、ここにこれですね。ここにあるやんけ。大丈夫だ、異常はない。あ、これ式じゃないのか。こっちか。敵発見、応援を要請。え、発見ってことになっちゃった。やっぱサプレッサーないときついな。よっしゃ。というわけで M4 と AK を手に入れたので、これでね、ちょっと戻りたいと思います。一人いるね。あ、せっかくだからあのいろいろ手に入れよう。ブック、これはエロ本ですね。まあいいや、他はいいや、行っちゃおう。こっちは、あ、こっちで合ってるわ。てな、真ん中にねあるところから多分あの中央棟に行くと思うんですけど、お、バタバタ聞こえるね。あんなところにいる。あんなところにもいる。え、てかいっぱいいる？当たんないな。よし。よし、壊した。他にはいないかな。ちょっと一応あの爆弾とかね、危ないんでね。これはもう取るしかないな。いるんかい。ちょっと待ってよ。わあ、ちくわブロック。というわけでこんなんなってますが、ちょっと服と、あべ、あとは AK 装備して中に入っちゃう。あれ、装備できてない。どうした？ジャック、ちょっといい？ローズ、ライデンって言いなさい。頼まれていたスネークの遺体の調査だけど。どうだった？スネークの墓を見つけた。それで遺体は？スネークの墓を掘り起こして DNA 鑑定をしたわ。うん、結果は右腕が欠損していたものの、ソリッドスネークに間違いなかった。彼はすでに死んでいる。となると右腕が欠損。スネークを語る偽物。そうか。どうしたの？がっかりしたようだけど。右腕、伝説の男に会えるかもしれないとどこかで期待していた。そうね、でも彼は今回の主犯ではない。ライデン、大統領の手がかりを追うんだ。
テロリストに化けて中央島に潜入しろ。エイムズを探すんだ。右腕欠損してるってことは、それあれじゃないの？リキッドじゃないの？絶対そうでしょう。お、全然バレない。なんか当たっちゃうとね、なんかバレちゃいそうだから、どこがどこだか分かんないな。でもこれだと、お、なんかアイテムがある。でも喉もある。やっぱ喉ないとなんかね、全体把握できないからきついね。オッケー、なるほど。で、上は何だろう。エレベーターかな。エレベーターがある。そんなもんか。そしたら左側行くか一旦。エレベーターはその後だな。全然何も言われない。ずっとこうだったらいいのに。あ、壊れてんだ。じゃあエレベーター乗るしかないね。これか。オゲイ。これどこに行けばいいんだろう。一旦一番下に行こう。それがなんかイベント始まりそうな感じだったらちょっと戻るか。さあ、ここ、あれ、ここもノード必要？いやいやいや、フロアごとにとかないよね。あ、なんかあるな。あぶね。あぶねっていうか、当たってるのもいいのかもしんないけど。レーション。え、なんでなんで？あ、レーションを装備してしまったからだ。くそー、もう今更遅いな。バレるんかい。ふう、いやもう完全に油断しましたね。レーションに、レーションの誘惑に負けてまんまと引っかかってしまった。ここは何があるんだ。お、アイテム、弾。なんか上も回ってんな。あ、そんなことないか。ここは何があるんだろう。おはよう。おはよう。おはよう。D マイク。指向性マイクを手に入れた。あ、これが指向性マイクか。人質の心音を聞くことができる。エイムズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいるらしい。心音が違うはずだ。それを指向性マイクで聞き分けるんだ。なるほど。めっちゃ喋るなこの子。お兄ちゃん、お兄ちゃん。なんだい？調子はどう？ここ行きたい。調子はどう？お、濃度があるじゃん。フロアごとにあるのか。オッケー。おはよう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 。
可愛いやつだな。こっちはなんかアイテムないかな。あ、上に上がれる？あ、あれか。同じか。はい。特になんかイベント進みそうな感じはなかったね。次がビーチ。の。ああ、網膜やってますね。照合しました。どうぞお入りください。あれをやんなきゃいけないのか。こっちは？あ、早速濃度。オッケー。レーションか。さっきレーションで痛い目見たからな一応使おう。で、ね。いや、当たり前のことをね、ちょっと油断するとね、間違えちゃうんでね、ちょっと皆さんも注意してくださいね。ここは網膜認証のとこか。一旦、ちょっと取れるアイテムは取って、いや、今言った廊下の敵を多分使ってね、網膜認証やるんでしょうけど。もういいね、弾がいっぱいあっていいね。他には何もない。これはアイテムボックスじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。くそ。よっしゃ、いけた。どうぞお入りください。そんなこと言ってくれるんだ。人質か。なるほど。この中から指向性マイクでエイムズを探し出すと。ライデン、そこに囚われている人質たちの中にエイムズがいる。エイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい。心音が違うはずだ。指向性マイクを使って聞き分ける。心音を聞いてエイムズを特定したら、マイクをその人質に向けたままアクションボタンを押して呼びかけるんだ。その人質が本当にエイムズだったら何らかの反応を示すはず。もし間違ったら、物音を聞きつけて敵がやってくるかもしれんな。場合によっては警備が強化されるかもしれん。なるほど。別に呼びかけない方が良さそうね。エイムズにアクションボタンで呼びかけるのは、その相手がエイムズだと確信できてからにしろ。もし間違えたら、敵に見つかる前にマイクを AK に持ち替えてその場を離れた方がいい。持ち替えか、焦りそうだな。そこで敵に見つかったら退路を断たれた上に増援部隊を呼ばれる。とても切り抜けることはできないだろう。見つかったら終わりだ。変装して敵の目を欺きながらエイムズを探すんだ。いいな。一体今 AK 持ってるけど、これを
これに変えて、この切り替えか。なるほどね。はいはいはい。定時連絡、シェル1中央と B1 ホール、異常なし。いや、おっちゃんいっぱいいるじゃん。敵、眠らせたいけどね、本当なら。でも、そっか。どうせまた、なんたら連絡があるのか。全然わかんない、なんか混ざっちゃって。定時連絡、シェル1中央と B1 ホール、異常なし。みんな同じような格好と頭してるな。みんなハゲてない？一人だけ半袖の人いるよ。この人とかどうよ。あ、女性だった半袖なんじゃなくて女性だった。あ、こう黒い人が一人だけいるよもうなるべくね、当てをつけたい。右に行ってくれ。右に行って、まっすぐ行って。よし、オッケー。ん？え、なんかみんな変な感じに聞こえる。わからん。大丈夫かな。逃げたのに大丈夫だった。意外といけるな。この人は、なんかピコピコなってる。これっぽい。あんたがエイムスだ。